e b r 走行車は、パナール社が開発、製造した、偵察戦闘車である、75mm 砲装備の EBR75 と 90mm 砲装備の EBR90 がある。この EBR 走行車の大きな特徴の一つは、8輪、ある車輪のうち中央寄りの4輪を持ち上げることが可能であり、必要に応じて4輪式車両にも8輪、式車両にもなれるという点である。 これにより、市街地などの聖地では高速走行が可能な四輪車となり、不整地では設置圧が低い八輪車になることで両方の利点を必要な時に選択することが可能である。なお、同じパナール車が後に設計した六輪式走行車、アーク9 0やソ連製の BRDM-1 及び BRDM-2 走行偵察車も同様の機能を有する。 この車両の最大の特徴は、前後対象の車体にそれぞれ運転席が存在することである。エンジンは、前後の低い水平対向エンジンが、砲塔の下部に配置され、乗員の配置は、前後の運転席に一人ずつ、砲塔に社長と砲師という配置となり、前後単速の車輪は前後側が共に走行する四輪、操打方式となっている。後に、西ドイツが開発したルクス走行車も、 車体の前後に運転席を配置しているが、エンジンは後端部にあり完全な前後対象ではない。主砲のほか副武装として機関銃3丁を装備し、主砲同軸機銃としての1丁のほか車体前後の運転席の下部に固定式に1丁ずつ設置されており、それぞれ前、後部操縦士が射撃する。なお、本車には NBC 防御能力や浮き孔能力や暗視装置は、 装備されていない。また、武器高性能もなく、水上航行能力もない。第二次世界大戦前の1937年に、車体の原型となる M201 装甲偵察車の開発が行われ、1940年からの生産が予定されていた。しかし、試作車がアルジェリアで試験中に、行方不明となり、大戦終結後の1951年に、 改めて計画が再開され、火力を大幅に強化した e b r 走行車として生産が開始された。生産当初はフロリダ -11 陽動砲塔に方向初速秒速600メートルの CN-75 から 49-75mm 砲を搭載していたが、1954年には AMX-13 軽戦車と同型の自動装填装置付きフロリダ -10。 陽道砲塔に方向初速秒速1000メートルの CN-75 から 50-75mm 砲を搭載した方が登場した。しかし e b r の車体には大きく重かったため、1960年代にはフロリダ -11 砲塔型のみが運用されるようになった。そして1963年には一部の車両が 75mm ライフル砲を ボアアップした c n 九十回に九十ミリメートル格好法に乾燥された e b r 九十に改修された。なお、車体前後の固定機関銃は1 9五十年代中盤から順次撤去されており、e b r 九十は報道軸機銃のみを装備している。本社は1五十四年までに千二百両が生産され、ポルトガル、モロッコのほかチュニジア、 モーリタニアそしてインドネシアにも輸出された。フランスではより小型軽量のアマル60、90などとともに使用されていたが、1978年以降は順次新型の AMX-10RC に更新されて退役した。1957年には、砲塔を搭載せず AMX-13VC に習った、兵員室を設けた、装甲兵員輸送車型が開発され、 EBR-ET と命名された。エンジンや駆動系の配置は偵察戦闘車型と同一だが、車体中央部から後部にかけて拡張された戦闘室を持ち、ここに兵員を収容するが、後方操縦席もそのまま備えられている。車体中央部には 7.5mm 機関銃を装備したキャフル3 8機関銃等が装備されている。フランス軍には採用されなかったが、 ポルトガル軍が少数を装備した。フランス軍に配備された車両は、アルジェリア独立戦争に投入され、その後も来た、西アフリカ地域で発生した紛争に、フランスが停戦監視や、自国民保護のために介入した際に用いられた。変わったところでは、1970年11月に、シャルル・ド・ゴールが死去して国葬が取り行われる際、ド・ゴールが居住していたコロンベレド・ゼグリーズからパリに、 棺を輸送するにあたり、砲塔を外した車両が創装車として用いられ、三色機に包まれたドゴールの棺を乗せて更新した。この車両はその後も記念品として保存、展示されている。ポルトガル軍に配備された車両は、1960年代に活発化したアンゴラやモザンビーク、ギニアビサウの独立戦争に投入されている RUSE フランスの装甲偵察ユニットとして、 登場、ワールドオブタンクス、フランス系戦車パンハート EBR90、パンハート EBR105 として、開発可能、ありがとうございます。